はい、今までで一番失敗したことってありますか？寝坊してしまったことです。イベントだったんですけど、リハーサルが前にあったので入り時間が早く設定してあったからギリ本番には間に合ったんですけど、しばらくもう1ヶ月ぐらい怖くてアラームも何回も見たりして寝つけなかった時が続いてトラウマになりました。間に合ってよかったです。よかったです。あきらさん、はい、今までで一番失敗したことを教えてください。レッスンがあった時に新幹線乗り方も分かんなくて、で名古屋から帰ってたんですけど、とりあえず来てる新幹線乗ろうって思って乗ってたら全然動かないし全然着かないし、あれなんでだろうって思ったら小玉で 1,2 時間ぐらい遅刻しちゃって、デビアン入って最初の大失敗。楓さん、はい、今までで一番失敗したことってありますか？横断歩道のど真ん中で転んだことです。めっちゃ見られてたと思ったので誰の顔も見ずにダッシュしました。そうなの。傷は全然無事じゃなくてもう2年ぐらい残っております。黒井さん、はい、今までで一番失敗したこと教えてください。超大型アイドルフェスで大寝坊をかましました。集合時間に目が覚めてお父さんが車を出してくれてビューンって行きました。ちゃんと法定速度守ったんですけど本当に1分で出ました。みんなが会場に入るところにちょうど車が横通ってヤホーってなりました。でみんなと一緒に入りました。ゆうさん、はい、今までで一番失敗したことってありますか？高校生の時にスカートを切ってしまいました。意外意外って言われるんですけど、もともと膝下ぐらいあって入学前にバレないだろうと思って3センチ切ったんですけど、バレてしまって先生にめちゃめちゃ激怒されました。ごめんなさい。